こんにちは、インター生の椎林です。今回は前回に引き続き計10回でお送りしている日本人 YouTuber の登録者ランキングトップ10の第2位を、発表していきたいと思います。ちなみに本データは前回と同じ2018年8月6日付です。では早速紹介していきたいと思います。第2位はヒカキン TV さんです。おめでとうございます。その数なんと約639万人です。そして動画再生回数は50億7750万回を超え、動画本数は2484本にもなります。彼は2011年7月19日にチャンネルを開設していて、現在でも動画投稿をしています。では今からヒカキンさんが日本の YouTube 界で成功した秘訣について見ていきましょう。ではまずはじめに一つ目です。一つ目はヒカキン TV 開設時に、独学で得得したヒューマンビットボックスで日本の YouTube のアクセス1位を、獲得し、そのおかげで、エアロスミスなど有名アーティストも共演した経歴があります。これをきっかけにヒカキン TV の管理者であるヒカキンさん自身が有名となり、ビートボックスの動画からその後、商品レビューやゲーム実況などにシフトしていき、ここまでチャンネル登録者数が伸びていったっていう経歴があります。次に2つ目です。2つ目は単に YouTube 歴は長いことです。ヒカキンさんは YouTuber という言葉がこの世にまだない時代から動画投稿を始めていたので、当時 YouTube に動画を上げている人が 今に比べてかなり少なかったため、 YouTube を見ていた人はヒカキンさんの動画を見る機会がたくさんありました。また世間に YouTube というものが急激に広まった時代がありました。それが2014年です。つまり黄金の2014年以来から以前から、YouTube に動画投稿をしていた人たちは、この年に急激にチャンネル登録者数が増えたのです。こういう理由からもここまで登録者増えた理由にあたります。最後に3つ目です。3つ目はテレビに出演する機会が何度もあったからです。テレビは驚くほどの宣伝効果があり、YouTube の代表ともいえる、ヒカキンさんですので、テレビに何度も出演することができたのでここまで来れたと言えます。ヒカキン TV さんについてもっと語ろうと思いますが、本日はここら辺で終わらせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は登録者ランキング1位でお会いしましょう。さようなら。Thank you.